カメラの起動をお願いいたします。4つ目、スマホとのハイタッチ、ハグなどの触れ合い、接触行為は禁止とさせていただいております。写真撮影の際にはソーシャルディスタンスを保つため、くまモンと離れて撮影することとなります。衛生上の鑑定も含め、お客様の私物を撮影時にくまモンの机の上に置くことはできません。ご自身で手に持って撮影をお願いいたします。またくまモン、くまモン隊に直接プレゼントをお渡しすることはできません。館内の設置にしておりますプレゼントボックスがございますので、そちらをご利用ください。撮影時、くまモンに、ポーズのリクエストはできません。そして3つ目、部長室内でのお客様による写真撮影、動画撮影は禁止とさせていただいております。また、中の様子を外から撮影します。外から撮影することもできませんので、こちらも合わせてご了承ください。そして最後に、記録のためくまモン対くまモンスクエアスタッフが写真を撮ることがあります。お客様が映り込む可能性がございますので、ご了承ください。そして本日ですね、たくさんのカメラ、来ております、こちらテレビ、新聞などの撮影となります。お客様のお顔が映る可能性が大変ございますので、もし映り込みが難しいお客様は、あらかじめスタッフの方にお声掛けください。本日は1ヶ月ぶりの登場となります。その際、大きなお声でくまモンに温かい声援を、大きな拍手でお迎えください。では少々お待ちください。はい、皆さんこんにちは。お久しぶりです。1ヶ月ぶりということで、ね、くまモンをちょっとドキドキしながら待っております。今日皆さんでね、くまモンを呼んでいただけたらなと一緒にね思ってるんですけど、私が今からくまモンと呼びますので、一緒に拍手でしたり汗ばしとしたりでも OK です。一緒に、ね、音を鳴らしてお迎えしてくださると嬉しいです。では体の中でどうかも楽しますよ。踊っていきたい
たいと思います。今流れてるこの曲ですね。皆さんも一緒に手拍子して楽しんでいきましょう。今もう乗ってますけれども、知らない方もね多いかと思うんですけれども、感
感謝の熊手箱というね、はい、なんだろうね、感謝の熊手箱ってね、ちょっと気になる方は感謝の熊手箱で検索していただけるとありがたいんですけれども、あの何熊も箱で開けてますけれども、えらいびっくりする、なんかが入っとくと箱なの熊の箱はあるのかもしれないけど、熊もね動画にある、動画に出てるんですよ、この感謝の熊手箱の中に入っている、くまモンザムービーどっちに進むくまモンザムービーというものがありまして、それがですね、皆さんに選択していただきながら、その皆さんの選択によって結果が変わっていく、そうそう、参加型のムービーになっているんですよね。これをね、ぜひ皆さんに参加していただいて、あ、今下尾さんがポスターを持ってきてくださいましたけど、これをね参加していただいて、その結果によって何かが起こるかもしれないというね動画になっているんですよ。何かが起こるかはこれからのお楽しみ、はい、今ですね第1弾が公開中なんですけれども、第2弾もねもうすぐ公開されますので、ぜひ皆さんにもねチェックもしていただけたらなと思います。いろんなところで行ったりね、頑張りました。お姉さんがね、会社をしてるので、そういうシーンもあったかな。ぜひね、皆さんにもね、チェックもしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。せっかくじゃないって、ほら、分かる人には分かるね。皆さん、ぜひチェックしてください。一番多いの、いろんなところでね、撮影をしました。はい、では、今からですね、今日はくまモン、皆さんと記念撮影を撮れる日ということで、あちらの部長室によってね写真撮影を行うんですけれども、はい、今もですねこのような状況の中、なかなか皆さんとね油断でしたりタッチができない中で、皆さんとどうやったら心の距離を縮めれるかなと考えました。そこでね、くまもちょっとあることをね思いついたんだよね。そうくまモンのじっくりのポーズ、決めポーズを使って皆さんと遊んでいけたらなと思うんですけれども、はい、ちょっとそのポーズを最初に見せてもらいましょうか。はい、ちょっとこのポーズいきますよ。3、2、1、バーン。このポーズ分かる方には分かるかもしれないですね。くまモンが皆さんの心をバーンと打ち抜きたいぞと、皆さんの、ね、心にくまモンを入れてほしいぞって、ね、思いを込めたバーンなんですけれども、このバーンをですね撮影タイムに写真を撮った後にバーンと皆さんにしていきたいと思いますので、そこでね皆さんにはそれぞれリアクションをしていただけたらなと思います。そうそうそう、ね、こうバーンと当たってってなるのもよし、うん、あ、そう、捕まえてよし、うん、そう、なんでもよかったし、酒でもよかったですよ。くまモンの思いの一方通行でも大丈夫です。はい、うん、それは嫌だって、ちょっとくまモン、お姉さん一回やってみようよ。うん、お姉さんにちょっとバーンしてみてよ。うん、あれあれ、なんかそっちに行くの、うん、なんか向いてましたね、うん、え、なにそんな遠くから、なんか無線で話してるもしかしてこの中にスパイとかいますか。なにそっちの、うん、なにずっと話してるけど準備ができたみたいですね。Oh.
ます。精一杯のね、愛をね、口抜かれました。そうだよね、クマモン、さっきの愛の、クマモンの愛の塊なんだよね。ちょっと間があったけど、そうそう。ってことでね、皆さんにはしっかりね、クマモンの愛情たっぷりのね、クマモン、できると思いますので、皆さんにね、受け止めていただけたらと思います。はい。ではまず写真撮影に行く前にね、くまモンとワンショットね、はい、撮っていただけたらと思います。まず右の方から、真ん中左の方に向けていきたいと思いますので、まずはくまモンから向かって左のお客様にね、いきたいと思います。はい、3、2、1、ポーズ。もう一つにえいえいもーということでね、今もね、皆さんとどの時も一緒だよということで、ぜひどの時に行けたらと思います。撮れましたかね。今日次は真ん中の方に向けて行きたいと思います。行きますよ。3、2、1、オープン。ぜひ皆さんパシャパシャと、皆さんやったところは撮ってくださいね。とバーンとやってみました。皆さん撮れましたかね。それでは最後、くまモンから向かって右側の奥様に行きたいと思います。以上、行きますよ。3、2、1、ポーズ。パシャパシャパシャ、撮れましたかね。ありがとうございます。はーい、あの、手紙食べてるのもなんか見せるんだ。くまモン、そろそろ写真撮影のお時間ですよ。手紙食べてかね。はい、早速ね、行きたいと思うんですけども、ちらりちらりと隠れてて、ババババって泣いてよ。さっきまだ愛が溢れとったけど、さっきのたまには埋めきれかった愛かな。うん、そういうことにしておきましょうね。はい、今日はじゃあね、はい、次行きますよ。皆さんとの写真撮影会、今から微調整で行われます。はい、そうですね、ちょっと講座のね、皆さんにカメラ回していただいておりますので、ちょっとお顔がですね、はい、そう、スタッフの方にお申し付けいただけるとありがたいです。いやいやいや、こんなものも貼ります。大きい剣ね、しっかり貼りますよ。はい、それで今からくまモン部長室に移動しますので、皆さんお待ちしております。では行ってきます。行ってきます。お疲れ様でした。